はい、というわけでやってまいりました。今日紹介するのはペッパースルーナイトの TC10 です。またまたね、スルーナイトさん送ってくれたんですよ。ありがとうございます。今回はね、TC10 というわけで、ちょっとね、大きいんですよ。前のやつよりね、本格的な、まあ、本格的なというか、これゴムでしたね。これゴムでしたね。はい、まあ開けてみようと思います。オープン。てってれーへへー。おーほーあほーほーほー、かっちょええー。ほら見てんこれ。これ警察官、アメリカの警察官これ。こうやってね、こうやって持つやつですね。あーすごいすごい。あーあー、わかったわかった。ほら見てください、これ結構ね、しっかりした作りですよ。このボタンのところもね、ほらすごいなんか押しやすいんですよ。塊って感じです。電池入ってるんですかね。お、入ってました。3400mAh っていうのが入ってましたね。これ充電式ですね。あ、このボタンじゃなんか光らないんですよね。後ろにボタンがあるんですけど、これをね、ほいほい、この持ち方ほいこうじゃなくてね、こうですよね、こう。あー、でもちょっとね、押すときにね、このね、両サイドがね、見えますかね、これがね、ストラップホールになってるんですけど、そこにちょっと親指がね、当たってちょっと痛いかな。あとちょっと付属品がね、入ってました。こんな立派な、え、これケースか、ケース、ほらケース、はい、ケースにね、収めると上の方はちょっと出てますね。はい、あとストラップがついてますね。ストラップにもロゴが入ってますね。柔らかいタイプです。はい、付属品はね、全部でこんな感じですね。これがさっきのケースですね。ケースもね、なかなかね、なかなかしっかり作ってますよ。これ後ろ面はベルトを通せるようになってますね。で、これがカラビナとか通せるやつですね。これね、プラスチックですね。あ、中にね、これほら、充電コードが入ってましたね。ケースと、充電コードと、ストラップと、これはね、予備パーツですね。オーリングとか、ゴム関係の取り替えパーツが入ってます。で、本体ですね。以上が入ってました。はい、かっこよくないっすかこれ。これね、よく送ってくれましたね。ありがとうございます。これ全部ね、全部金物なんですよ。これね、確かね、防水でね、しかも頑丈なんで1メーターぐらいから落としても壊れないらしいですね。次の動画で検証してみようと思います。で、これね、ここがね、フラットなんで、実はね、立つんですよ。ほら、充電はね、こっからするみたいですね。で、さっきのコードを刺します。あ、光ってる。あ、ここ光りますね。充電中ってことですね。はい、これ、いいっすね。これ次回はね、この光の、検証してみようと思います。TC10 は、マックスね、900ルーメンまで明るくなるそうですね。ちなみに、このスルーナイトの TC10 は、今 Amazon でね、7178円で売ってあります。皆さん、下の説明欄からクリックしてくださいね。Amazon から買えますんで、クリックしてくださいね。はい、というわけで、スルーナイトの TC10 でした。じゃあね、ボーイ。一体、どこに売っているんだ？何？アマゾンだと？そんな大事なことを早く言え！クリックすればいいんだよ。クリック、クリック、クリック。